はい、こんにちは、ベソでございます。横浜の語り続きやっていきましょう。5月場所の場所前稽古でございます。さあ、初日はね、またいつものように講演会ですのでね、準備でやっていきましょう。さあ、京極さんがまあおそらくもう限界があるので、もう休養入れずに、小遣い入れずに上半身ね、鍛えていこうと思います。多分ね、前の鳴滝さんと同じ場所だったら5月場所終わり、もしくは次の場所の名古屋場所終わりでね、泊まるはずなんですよ。はい、で、六角さんはどうしようかな。申し合いだね。で、乾燥させましょう、とりあえず。で、北王子さんはもうちょい、あれですので、上半身行きましょうか。当たり引いてた。あ、いたたたたた。そうだ、今日は講演会でしたね。忘れてた。はい、2日目。はい、申し合いですね。けあげさんは上半身70いけばラッキー。はい、薬師さん小遣いだね。はい、小ちゃんです。まあ、だいたい三役の候補の人は19の半ばで止まるパターンですね、今まで。はい、片木原さん出来上がり。北大江さんにもう一回上半身頼むよ。上がんない。3日目。とりあえずカンストさせたいね。もうでもね、ここまちさんもあれがいらないような気がしてきてる。お小遣い。はい、京極さんは上半身。で、1個戻してからね。はい、六角さんは順調ですね。はい、北王子さん上半身頼むよ。上がんない。はい、4日目。上がらないけあげさん。はい、北尾さん上半身ね、頼むよ。よし、1個来た。80まで行きたいね、目標は。まあ、下半身もね、もうちょっと上げときたいので、同じものばかりやってると上がりにくいかもしれないからね、織り交ぜていくつもりでいきましょう。あれ、5日目か。ああ、そうだね。
よく見てなかったな。さあ、これでね、今場所きっちりやったら、20近くまで行くんでね。ペースを考えんとやってたからね、ちょっと薬師さん、京極さんは失敗したかもしれん。またって言われそうですけどね。ああ、ほらね、当たり結構引くんですよ、今回は。はい、ごつさんでーす。はい、6日目いきましょう。ダメだね、キアデさんが全然当たり引かない。いや、ほんとね、気になったんで、いつ止まったのかっていうのがね。で、ちょっと鳴滝さんのやつのね、収録したやつ見直してたら、19歳の7月場所のとこで止まってたんで、だからそれ考えると、ちょっと1足ししてしまってたんですよね。なので、今回はちょっともう上半身をメインでいっちゃいましょう、そのまんま。あとは北王子さんね、80ぐらいまでいくとね、片桐原さんと同じような活躍できるとは思うんですけどね。はい、7日目。これで、判断力仕上がりましたね。小松さんはもう休養は、休養というか小遣いなしでもいけそうですから。さあ、ここもね、20は超えそうですね。また微調整入れますけどね。ああ、ダメダメ、上がんないね。はい、8日目。からはね、上半身を10で下半身を10上げましょう。うわー、毛上げさんがほんと外れだ。はい、残り5回鉄砲ですね。1個しかまだ上がってない。はい、9日目。あ、そうか、講演会だ。
はい、10日目行きましょう。ダメだ。あれ上がんない。はい、11日目いきます。ついね。さあ、鉄砲もね、71までいきます。ちょっと1個ね、少ない状態で中性で上げる形になるんですけど、そろそろ、あれー、ダメだ。はい、12日目いきます。さあ、あとこれで集中力1本ね。で、台場所から上半身の強化という形ですね。そろそろ、あれ上がんないなぁ。はい、13日目、また講演会ですね。木上さんが1個も当たり引いてない。はい、14日目いきまーす。さあ、65までいってくれましたね。で、ケアゲさんが全然だ。1個上がってほしいけど、今回は外れか。さあ、これで、小遣いね。はい、こっちなんでーす。上がんない。
ではラスト。あーしまった。技研究だった。まあいいや。ラスト1個ぐらい。ああ1つも上がらんかった。どすこい、どすこい、どすこい、どすこい。お、よしよしよし。申し上げときます。はい、これでね、次回から上半身強化ですね、最後の仕上げに入りますね。最後ね、最後で1個だけ上がってくれた。はい、技研究。はい、どすこい。よいしょ、広がってきたね。さあ最後、技確認して終わりましょう。おっさんがね、もういっぱいなのかな。ちょっと今回しなかったけどね、間違えて。はいはいはい。お、リゾリを覚えましたね。トムコウジさんは、あんまり変わってなさそうな気がするんですけどね。はい、ではこの、状態で本場所を臨んでみたいと思います。また前半戦後半戦分けますんでね、お楽しみにしておいてください。それではさよなら。